磐田市で会社を経営する70歳の男性が融資の案内を語った詐欺被害に遭い、今月20日までの間におよそ1000万円を騙し取られていたことが分かりました。警察によりますと、先月8日、磐田市で70歳の男性が経営する会社に融資の案内がファックスで届きました。男性が融資してもらう目的で電話したところ、保証供託金が必要などと現金を要求されました。男性は電話の内容を信じ、今月3日から20日までの間に指定された口座に26回にわたっておよそ1000万円を振り込み、騙し取られてしまったということです。警察はファックスや電話でのお金のやり取りは詐欺の可能性が高いので注意してほしいと呼びかけています。